こんにちは。阿蘇市食生活改善推進協議会波の支部です。今日は旬の野菜を使った山菜おこわです。よろしくお願いします。教えてくださるのは志賀さんです。よろしくお願いします。そして今月の器はこちらです。阿蘇市坂名市にある、滝室窯の作品をお借りしてきました。さあ今日は、山菜おこわ、はい、ということで、はい、いろんな、ね、季節の、はい、いろいろなものを入れて、はい、山菜おこわを作りたいと思っております。はい、まず最初に、うん、このもち米ですけど3対1の割合で、うん、もち米を7割うるちを、うん、入れて、これ2カップですね。4人前2カップで3対1の割合で、うん、一晩漬けておきました。まずお湯をしっかり、もう今沸騰してます、うん、この中にもち米を、はい、そーっと入れてやりますね。はい、ささぎりにずっと切ります。はい、はい、これもアク抜き一晩、昔は灰で、これはアク抜きしたあれでとても色が綺麗ですけど、今重曹しかないからですね、重曹でアク抜きを今はしてますけどですね、このくらいのアク抜きしたわらびですね、うん、ね、野焼きした後のね、阿蘇の草原にこうちょこちょこ出てますもんね、うん、あれ見るとやっぱり、うん、あ、もう春、ね、なんだなって思います、うん、ですよね。本当このくらいの小口切りに、はい、してですね、はい、切って、ね、皮むく時がね、手が真っ黒になりますよね、うん、そうですね。これも、はい、もうこれも一緒に、はいはい、一緒に入れて炒めます。この具を、金具を入れます、うん、ちょっとね、はい、蓋をします。はい、はい、これで、はい、20分、はい、20分ほど、はい、様子を見てですね、メインの山菜ご飯の他にも豪華なね、お食事を用意していただきました。ありがとうございます。では早速いただきます。いや、お箸が、あ、お箸、あ、お箸が残ってる、うん、これし、山菜の味もよく出ているし、お醤油とかね、だしの味付けもよく染みてて、とっても美味しいです。家庭によって、うん、ね、まだアレンジが違うですね、うん、だから、いや、甘酒、地産地消クッキングでは阿蘇市の窯元から器を提供していただいています。阿蘇市坂名市にある滝室窯さんは、若き陶芸家が父の後を継いでスタートさせた窯元で、普段使いのできるシンプルなデザインの器を製作しています。